はい、えーホワイトベース、館内放送、ま、というか深夜放送ですね。はい。いや、あのー、トップガンマーヴィリックをですね、見てきましたよ。ネタバレ注意ですよ。見てない人は僕の放送は、見た後に聞いた方がいいので、ここで消してください。はい。あのねすげー良かったよ。もう、あのー、いろんな人がね、良かった良かったって言ってるから、いいのは分かってたんだけど、あのー、 良かったね。良かったっていうのはね、何が良かったかっていうと、やっぱ僕ね、あの、旧作、前作をね、あの、まあ、少年の頃に見てるわけですよ。で、ね、あの、F14 のプラモデルを作ったりとかして、こう、キーンとかやっちゃうわけですね。で、そんな自分がね、43歳までになってですね、あの、まさかね、トップガンの続編をこんな形で見られるとは思わなかったね。 これは素晴らしい体験でしたね。もう、あの、僕ね、同じ映画2回目るっていうのはね、あの、今まで一度もやったことがないんですけど、トップガンマーベリックに関してはもう一回見たいよね。あれ。映画館でやってるうちに見たいな。うちの近所のあの、イオンだと 2D だからね、なんか、なんとかこう 3D とかで、4D とかやってるところで、まあ、見たいなって思っちゃうぐらい、あの、良かったんですよ。はい。 で、あの、僕がね、まず、まず感動したのは曲ね、最初に。ドーンってくるんですよ。もうこう、ドーンって何の曲かわかる人、みんなわかるでしょもう、ドーンってくるんですよ。あの曲ってサントラに入ってるのと、あの、まあ、旧作のサントラね、に入ってるのと、あの、映画の中入ってるやつって、実はちょっと曲調が違うんですよ。あの、伴奏長かったりとかするんですね。で、それのな長い版です。はい。 で、それと、あのー、メインテーマがいきなりダーンってくるんですよね。あの、ケニー・ロギンスの、あのー、飯食って、財布を持ってなーひなーひってやつ。あれがかかるんですよ。これがね、で、その時に、あのー、空母がね、映ってて、で、こう、発着シーンがね、ピョピョピョってやるなんだけどね。 もうその瞬間、うわーだよね。もう大騒ぎしたいのを抑えて、ここで、ね、うわーって言ったんですけど、あの、僕ね、イオンで映画見るときは必ずゴールドクラスで見るんですね。ゴールドクラスっていうのはちょっと値段が高い席なんですけど、あの、周りに人がいないんですよ。だからね、もう、はしゃぎ放題。一人で行って大はしゃぎしてきました。はい。で、もう一つね、あの、僕がうわーって思ったポイントが、 あの、まあ、トム・クルーズだからね、あの、バイクに乗るわけですよ。バイク、トップガンのバイクといえばですね、GPZ-900R です。僕はあの、GPZ-900R でトップガンごっこがしたいがために、この近くの横田のところの速道ですね、あそこを GPZ で走ったことがあるぐらいですね、あの、トム・クルーズの GPZ が大好きな人間なんですけども、その GPZ-900R が出てきたのね、レストアモデルがね、あの、 ちょっと汚した感じでね、出てくるのね。これがすごくいいんだけど、それが何の脈絡もなく、あの、日が変わるとですね、H2 カーボンに変わってるんですね。この <laughs>、バイクに関しての、その、扱いが雑っていうのがなんかね、あの、嫌だったんだけど、まあ、それでもなんかその、バイクが登場するっていうことはね、すごかった。で、ラストシーンでなんかバイク増えてんのね。あの、ぼかしてましたけどね。あの、ピンぼけしたけどね、すごく増えてたりとか、 で、バイクに乗ってか、H2 に乗ってね、あの滑走路を失踪してね、あの、戦闘機あ、あの時横飛んでたのは、あれかな ?F35 かななんかとね、こうへ、並走するシーンがあるんだけど、あのー、なんかね、まあ、映画だからノーヘルで乗ってるわけですよ。 ノーヘルで乗っててもう正面からこう捉えてるんですけどねでそれがあの戦闘機の離陸と競争してるっていう感じのシーンなんだけどあの僕ねあの名映画を見ててどっからどこまでが CG なのか全然分かんないのね。でもあのシーンで あの、トム・クルーズの髪型が1ミリも崩れてないんですよ。で、サングラスかけてノーヘルで乗ってるの。サングラスかけてノーヘルで乗るとですね、まあ、サーキットでやったことある人だったらわかると思うんですけども、せいぜい髪の毛がこんなになったりとかも,もう、あの、サングラスはぶっ飛ばないスピードっていうのは、せいぜい4 50キロが限界です。<laughs> はい。だから4 50キロ以上、 を飛ばすとですね、もう髪の毛はぐっちゃぐちゃになるわですね、もう目も開けてられないサングラスは吹っ飛ば、吹っ飛ばないように工夫したら顔面に張り付いてこんなになっちゃうわで、ね、まあ大変な状況になりますので、あのシーンは戦闘機と、こうね、並走してるのはもしかしたら僕 CG じゃないかなってちょっと思ってます。はい。 ま、それにしてもですね、非常にこう、かっこいいシーンだなってやっぱ思いますね。あの、やっぱね、トム・クルーズはね、のかっこよさっていうのは、僕ね、あの、映画俳優の中で、あの、トム・クルーズってのは一番かっこいいと思ってるんですけど、あの、年齢に負けない筋トレにあると思うんですよね。今回もね、映画の中で、あの、トップガンといえば、 あの、裸マッチョの男なんですよ。裸マッチョの男のくんずほぐれつなんですね。もう、もうオイルぬりぬりに塗りたくったてっかてかの裸マッチョの男が、あの、まあ、前作だとこうボール持ってこうやってこうやってや、こうやって、ってやるんですけど、あの、あれなんですよ。で、<laughs> あれもね、わざわざそういうシーンが欲しくて、あの、裸マッチョが映える人を選んだっていうぐらいあのシーンっていうのは、 すごい重要なシーンだったんですね。それが今回のシーンでも、やっぱり裸マッチョがこう出てくるわけで,すで。裸マッチョ、現役のね、若い人たちが裸マッチョになるんだって言うけど、一応トム・クルーズも裸マッチョで登場するんですよね。裸マッチョに、映画、ハリウッド映画で裸マッチョができるかどうかって、結構ハードルが実は高いんですよ。あのー、 マッチョ俳優で売ってる人何人もいると思うんですけども、映画によってはね、絶対 T シャツ脱がなかったりするのね。なんでかというと体できてないから。あ,のあとは、その体できるためには多分ね、契約の時の条件があ,あると思うんですよ。脱ぐか脱がないかっていうので、非常にそこがね、予算上左右される部分なんじゃないかなと思うんですよ。それでもかかわらず、トム・クルーズが裸になった。と最近のトム・クルーズの映画、上脱がないですからね。はい。 最近のはもう全然脱いで、実を言うと。はい。それはね、お年を召したからっていうのはね、あの、大きいと思うんですけど、それが脱いでるっていうのはすごい良かったね。うん。別に僕はそっちの趣味があるわけじゃないんだけど、ないんだけど、トップガン、マーベリックじゃないよ。前作のトップガンっていうのは、僕の人格形成にものすごい影響を与えてるんですよ。もう、あの、趣味とか人格形成にものすごい影響を与えてて、あの、 実はね、僕はすごい筋トレが好きで今でもやってますけど、その筋トレしたらかっこいいなって思う最初のきっかけっていうのがトップガンのビーチバレーのシーンなんです。あの、あのシーンですよ。あの、外人、全,全部外人ですよ。それは日本人じゃないんだけど、こう、こう、ボールを持って,、えー、って、これをやってるのはね、トム・クルーズじゃないんだけど、これだけで誰だかわかる人いるでしょ。あの、じゃないんだけど、でも、あ、 あの俳優さんたちもですよ。今まあおじいさんとかまあおじいちゃんに近いんだけど、あの彼らが昔のね、トップガンの自分たちが映ってる映像を見て、自分たちの体を見て、俺はあの時、あの姿であそこにいたんだっていうのを見ると、ものすごく感動するっていうぐらい、自分に見とれちゃうぐらいの,あのシーンらしいんですよ。ね。あれを見て、いや、 あの、肩が盛り上がってるって、本当にいいなと思って、で、あの、まあ、僕、外人と骨格が違うからね、そうはなれないけれどもあ、ああいうふうになりたいなって思ったのがね、結構最初のきっかけだったりとかします。はい。まあ、パイロットには憧れましたけども、あの、正直ね、あの、そんなものにはなれないっていことを成績表が教えてくれたわけですよ。で、その、それからというものね、あの、まあ、僕は一回のね、ただの飛行機好き、戦闘機好きとしての人生を送るわけなんですけども、 まあでもね、当時はね、もう本当憧れましたよね。で、まあ、ちょっとまだ映画の話に戻るんですけど、まあ、バイクの話はさておいて、で、あの映画っていうのはですね、ト,あのトム・クルーズがあのトップガンを主演した際に、あまりにそれが良すぎて、次のその映画あ、トップガンの続編を作る権利を自分で買い取っちゃったんです、主演俳優が買い取っちゃったわけですよ。だから、あの今回のトップガンというのはあの、トム・クルーズが作りたいように作っているらしいんですね。 まあいろんな利権はあると思うんですよ。基本的におおむねそうだと思ってください。で、トップガンのトム・クルーズがなんでそれがいいか、すごく気に入ったかというと、戦闘機に乗る体験が素晴らしすぎたらしいんですよ。だから今回の映画のシーンも、ほとんどのシーンが CG を使ってないらしいという話。まあどっからどこまでがね、僕パンフレット読んでないからわかんないんだけど、あのー、だからすごくリアルでいいんだよね。で、出てくる戦闘機が、あのー、僕最初、 最初ですよ。絶対 F35 で戦うんじゃないかって思ってたんですよ。もう何もその情報を入れないで行きたかったから。だけど、でもやっぱり、で、米軍といえばね、最新鋭のセルス戦闘機で F35 だから、それかなーって思ってたんですけども、なんと出てきたのが、もう、もうエースコンバットでもほとんど使わないようなマルチロール機の F18 ですね。はい。 はい。ここでいうマルチロール機とはどういうことかというとですね、あの、兵装を付け替えることによって、あの、いろんな攻撃パターンを選ればいい。攻撃パターンでは空対空か空対地なのかっていうのもあるんですけども、それも爆撃なのか、あね、遠くからこう撃つのかみたいないろんなのがあるんですけど、そういう兵装をいろいろ付け替えられるっていうことでの、あのー、F18 ですね。いや、F18 って言われた時は、え、マジでって思いましたけど、あのー、まあ、 ドッグファイト機じゃないってかドッグファイトってほとんどしないんだけどね。もう、もうだってトムキャットの時代、あれ、トムキャットで1976年の飛行機なんですけども、ドッグファイトしないんですよ。本当と言うと。遠くからミサイル撃っちゃって終わりなんですよ。だからそのドッグファイトのシーンを入れたっていうのは、もう前作の時から無理だったんですけども、今回でも F18 でドッグファイトですかっていう感じで。 俺かなりびっくりしたの。で、敵国、ね、敵国国名出てこないのね。敵国、ただ敵国って言われてるところにね、対して、あのー、行くわけなんですよ。で、ただ敵国って言われてるだけのところに、第5世代戦闘機。もう、カタクラに第5世代戦闘機って言うんですけども、これどう考えてもロシアの SU シリーズだなっていうのは、もうシルエット見ただけでわかる。 ね。それが SU のいくつなのかなっていうところなんですけど、今回出てきた SU57 っていうバリバリのロシアの現役の戦闘機で、で、これ、これ、あ今の事情があるから名前出せなかったんだなっていうのがね、すげえひしひしとよく伝わってきました。で、まあ、あの、戦っていくわけなんですけど、あ、あともう一つ。前作では、マーベリックの背中のね、に、えっ、ー、と、日本のワッペンがあったんですよ。で、それが今回は、 あのー、中国資本等のバランスによって、えー、その日本のワッペン、剥がされるんじゃないかとか、剥がして違うのを貼ってあるあの宣伝映像、宣伝写真が一時流れたんですよ。で、僕、それを見てすごくがっかりした思い出が、思いがあるんですけど、今回ね、マーベリックがロッカーで羽織った、あれ MA1 だと思うんだけど、のジャケットの背中で、ちゃんと日本の国旗貼ってあった。 嬉しいね。もうセールスを意識してちゃんとそういうことをやってくれるっていうのはね、もう、あの、一ファンとしてはすごく嬉しい。もう、あの、ロッカーにくるって振り向いた瞬間、日本の国旗があっただけでもう、あ、俺来てよかったって思いましたね。え、ね、え。それはね、思った。だってね、あれだけだって、あの、まあ、バイク好きでね、川崎とかね、川崎も <laughs>、 <laughs> USA はね、最後の最後にちっちゃくスタッフフローに出てきただけで、もう全然その名前出してもらえないんだけども、あのー、ね、やっぱ日本をそうやってちゃんと意識してくれたっていうのはね、僕はすごく嬉しいなってすごい思いました。で、まあ話ね、あのー、戦略の話に戻るんですけども、で、最終的に激推されるんですよ。 あのー、マーベリックがね、撃墜されるんですよ。で、あの、撃墜された後に、あの、敵国、まあ、その敵国に、あの、置いてある戦闘機を奪って逃げるんですけど、こう、敵、撃墜された後に、戦闘機を奪って逃げるっていうのは、あのー、すごい王道のストーリーなんですね、これ。で、僕ね、見る前から、あの、ストーリーは分かってたんですよ。まず、ね、あの、ローレンな、 あのー、マーベリック、トム・クルーズ扮んするマーベリックですね、が、あの、まあ、若者を教えると。で、で、その中、その人たちと、まあ、すごい指定関係で、あのー、すごいこう、結びつきが強くなると。 で、まあ、攻めていくと。で、最後は、マーベリックが犠牲になって、みんなを助けると。ね。あのー、で、その後に脱出劇があるだろうなっていうのは、ところまで予測してたんですね。やっぱりあって、で、あの、アイアンイーグルっていうあの映画知ってる人いますかアイアンイーグルとかも、あ,あれもね、あの、最後がなんか撃墜されてから脱出するんだけど、戦闘経過で必ず主人公が撃墜されてから脱出するシーンっていうのがね、あのー、昔はすごいあったの。昔の映画ってね。 やっぱ今回もそうで、その時に脱出に使った機体がトムキャットなんですよ。F14 トムキャット。F14 トムキャットを盗むんだけど、その時に、その助けたね、あのー、相方のね、あの若、若若者がいるんですけど、まあ、これ、これが誰だかは明かせない。これは映画見てくれ。で、このね、その人がね、あのー、いるんだけど、その人が、 あの、複座式だから、複座席、複座式二人乗りね、あの、複座式だから、後ろにこう座った時に、その、トムキャットを見て、なんていうか、古代の遺物だっていう字幕が出るんですよ。うわ、そういうポジションなのね、この機体はっていうのが、まあまあでも76年だから思うけど、でも昔から運用されているからって言って、その、景気類まで同じなわけじゃないんですよ。いろいろこう新しくね、バージョンアップしながらやっていくし、2006年までは現役だったから、そんなに古代の遺物って 言われるほどどじゃないと思うんだけどでも、今、今現状、F14 トムキャットっていうのは、どこで運用されてるかっていうとですね、中東ですね、中東、中東はのイランとかあの辺で運用されていて、で、まあ、もちろん純正部品、純正部品とかも、なんか飛行機でもそうなんですよ、あのアメリカの,あのグラマンから純正部品が手に入ら,ない入らないもんだから、自社で設計開発して作って、でそれをこうあの交換したり整備しながら使ってるから、元の F14 と、今の、 その、他国家で運用される F14 っていうのは、かなり違うんですよ。かなり違う。VG はついてるよ。VG。あれ VG でいいよね。あの、可変翼ね。はついてるんだけど、あの、中身とか、その、並走とか、もう、あの、もうかなりなところまで、あの、手が入っていて、違うものになってるらしいんですよ。だから、それがどういう描写で出てくるのかって、ちょっと期待してたんだけど、まあ、でもそれはそうじゃなくてね。 あの昔のままで、あの、胴体を維持しているっていうような感じで出てきてた。うん。これはね、あのー、まあ、そらそうだよね。だって、情報入らないだろうし、そういうふうに表現するしかないとは思うし、まあ、それはまあ、しょうがないなと思います。もう、スイッチがいっぱいバ、チバ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 チってついてて。 <laughs> あの、やるんですか。今の戦闘機がどういうものかっていうと、機体にカメラがついてるんですよ。あの、6個くらいカメラがついてて、そのディスプレイがですね、あの、ヘルメットについてるんですね。あの、ハットですね。ヘルメットについていて、で、その中が全方向ディスプレイになってるんですよ。で、もう360度、180度じゃないですよ。360度全部ディスプレイで見渡,見渡せるようになっています。はい。で、あの、もう超長,長距離のレーダーがですね、標準でついていて、ドッグファイトなんかしないですで。しかもレーダーに映らない。 ステルス戦闘機で、あのー、外側にね、あのー、F14 なんかミサイルがバンバンバンってこうついてますけど、あんなのは今の戦闘機についてないです。全部格納されてます。はい。撃つときだけ、にょんって出てくるんですね。はい。っていうようなものなんですけど、それがまあ、F14 だと、あれさあ、ついてたのはさ、ついてたミサイル、スパローかなんか、スパローじゃサイドワインダーかなんかではね、あれね。もう細い、あのー、ザ・ミサイルっていうやつがあるんで、サイドワインダーミサイルってなんですけども、あれも、 あれ、サイドワインダーかなあの、ちなみに、あの、マーベリックっていうのはですね、あの、ミサイルの名前です。はい。空対空ミサイルの名前がマーベリックっていうんですけども、確かね、でも、ちょっと、うろんぼえなんですけど、前作のト,ムトップガンで使ってたミサイルは、サイドワインダーと、 サイドワインダーとスパローじゃなかったっけ覚えてないけど、マーベリック使ってたかなそこまでちょっと覚えてないんだけどあ、あのミサイルはね、サイドワインダーかマーベリックどっちかかなね。あの、合ってます僕の知識。僕この知識中学校ぐらいの,の知識なんで、もしかしたら違うかもしれないんですけども。それはこうね、チラッと映るのね。だからこれ、もすごくいいなって思って、あとあの、ラダレールを畳んだりだとか、すごく描写が細かいんですよ。ね。あの、 F14 自体はもしかしたら CG かもしれない。だって、あの、アメリカ国内でもう退役しちゃってるから、アメリカ国内で飛ばせられないと思うんだよね。で、それを撮影するために中東に行って撮影してるかどうかっていうとちょっと考えづらい。ね。で、まあ、敵国の戦闘機、SU57 が出てくるんですけども、SU57 ドッグファイトがあるから、まあ、あれは多分 CG じゃないかなってちょっと僕は、あのー、思ってます。で、相手がね、そのミサイルをこう、こんな感じで避けるんですよ。こんな感じでね。 はい。あれ、あの、SU-27 かなぐらいから、あの、導入されてるですね、あの、ミサイルを避けるんですけど、この状態からミサイルを発射することもできます。はい。これ、あの、エースコンバットでやりました。はい。という、まあ、それはまあ、予備知識なんですけど、まあ、そういうね、シーンが、あの、かなり、あの、まあ、接写してやってあるので、あれはまあ、指示じゃないとできないシーンだなっていうふうにまあ、思います。まだ指示でいいのかな。はい。 で、えっ、ー、と、最終的にね、F14 がボロボロになりながら着艦するんですけど、F14 がボロボロになりながら着艦っていうのは、いろんなね、あの、コメディ映画でね、あの、パクられましたね。あの、あれ。なんだっけあの人。あの、チャーリーシーンが出てる、あの、トッパーハーレーっていうのが出てるね。チャーリーシーンが出てる映画、あの、コメディ映画なんですけども、あれでも最終的にこう、着観みたいな感じでね、出てますね。で、あと仲間の中、仲間見ててもね、トッポいやつと、 あの、反骨してるやつと、あとメガネの人ね。あ、メガネの人が出て、あ、この人はラストシーンまでいるってのもね、わかりましたね。はい、わかりますね。ど、誰のことだかね。あの、前作見てる人だったらわかると思うんですけども、メガネいましたね。あの、メガネのいいやつは必ず最後までいるんですよ。はい。ね、いやー、でもすっごい面白かった。 もう何をどう撮っても面白かった。で、一瞬飲み屋のシーン、バーでお暴れしてるシーンはちょっと長すぎていらないかなって僕思ったんですけど、僕わかんないだけで、もしかしたらあそこのシーンで、あ、これは何々で、あれは何々で、なんとかなんとかでっていうのは色々こう詰め込まれていったのかもしれないね。僕、ちょっとそこまでわかんなかったんだけど、早く戦闘機乗ってるシーン見たいな、見たいなってずっと思ってて、僕あの、エースコンバット、あの、もう最初のエースコンバットからずっと前作やってるんですよ。 で、あの、プレステ4のやつを持ってるのに、スチームでまた買い直したっていうぐらいのですね、あの、戦闘機ゲーム好きなんで、あの、非常にあの、ドッグファイトが好き、見たい、すごく見,見たい人なんですね。はい。だから、あの、映画館のね、その特等席で、まあ今回見ましたけど、 まあ、よかったね。もう、実、もう、もう、だって、周りに人いないから、もうレイドショーだから、いないから、もう、下にも上にも横にもいないのね。だからもう、あの、もう、ピタンとか、ドカーンとかやって、ワッホーとか言って、大騒ぎして見てきちゃった。はい。あの、こんなに大きい声は出していないけど、はい。で、帰りにパンフレット買おうと思ったんですけど、あの、ちょっと店が閉まってたんで、まあ、パンフレットを買うためだけにね、あの、また明日行ってもいいかなと思います。はい。いやー、でもね、良かったよ。 ほんとに良かった。うん。いやーでもトムキャット出てきたのはもうほんと上がったね。もう、あれ、VG じゃ、バリアブルウィングっていうのかな。ね、あのー、ちょっと正式名称忘れたけど、プラモデルもね、あれシャコシャコ動くんだよ。ね。 あれなんでじゃあ羽がこう広がるのなんで畳まるのっていうことなんですけども、当時はね、超音速戦闘機っていうのはまだ出たと、出てま,まだ間もない頃で、で、エンジンの水力そのものっていうのは、R はあるんだけども、あのー、離陸の時、まあ、これ関西機だから、あのー、F4 って関西機なんですよ。関西機だから、あの着、もう、なんか格納してる時はちっちゃくなりたい。 ね。で、離陸の時は、これ、羽を広げた方が揚力って飛ぶ力が稼げるんですよ。で、エアボーンって言うんですけども、揚力があの翼に発生して飛べるまでの、飛べる状態をエアボーンって言うんですけども、エアボーン状態に早くするためには、その、翼面積を広げる必要がある。翼面積っていうのはもう羽の、 羽羽のこの断面面積と、あとその広、広さっていうかね、その風を受けるこう広さっていうのがね、ある必要がある、あるんですね。おより,り多くの風を受ける必要があります。だからこう羽広がるんです。 じゃあなんでこれ、あのー、飛んだ後畳まるかっていうと、今度、あのー、スピードを出して超音速になってくるとですね、えー、今度空気抵抗がどん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 かかってきますので、羽を畳んで遠い面積を小さくした方がスピード出るんですね。で、ちなみにですよ、あのー、ミサイルって細長い形をしてちっちゃい羽ついてるじゃないですか。あれ、あ、羽で飛んでるわけじゃないんですよ、あれ。 あの、胴体揚力って言ってですね、あの、胴体の揚力だけで飛んでますんで、あの、羽はこう、方向変換のためだけに、こう、ほとんど。あとたまあ、小さい揚力でね、あの、安定させるためについてます。だから、ミサイルって、劇中ではまっすぐ飛んでますけど、実際ちょっと斜め上向いて飛びます。はい。です。だから、戦闘機っていうのは、超音速の状態だと、羽をちっちゃくちっちゃくして、こう、霧のような状態にした方がいいんですね。 あの、ノーズコーンの先端から、あのー、まあ、マッチ、マックとかメックとか言ってましたけども、あの、超音速の速度に応じてですね、あのー、その衝撃波のこの範囲がどん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 こう狭まってきます。はい。だから、あの、昔の、あのー、なんだっけ、スターファイターでしたっけね。あの辺とかの超音速戦闘機ってものすごく細長い形をしてるし、劇中でも出てきたスーパーブラックバードみたいなやつ出てあるじゃないですか。あれは架空の機体らしいんですけど、あれもものすごくこう細長い形をしてるっていうのはそういうことです。はい。 あのー、間違ってることもあるかもしれないんですけども、僕はあのこうやってですね、えー、飛行機の話になると話長いんですよ。一方的に話し続けることができます。はい、ありがとうございます。はい、聞いてもらって、聞いてもらってありがとうございます。はい でね、あとあのー、僕がね、あのー、好きなのがね、F4、ファントムっていう戦闘機。これ日本でも採用してます、なんですけども。これはあのー、非常にこう、バカでかいエンジンを積んで、これもマルチロール機です。だから今回、F18 が出てき、まあ、ファントムはね、もう退役してるからだけど、もうちょっとね、世代が早い時代に作ったら、まあ、ファントムも出てきてくれたかな、ってのは思いますね。まあ、ファントム今回出なかったね。そう。だからね、戦闘機オタクにとっては、すごく、あのー、 楽しい話。あと、あれ、昔、あのー、映画で、ステルスだっけなあの、タロンっていう、ですね、格の戦と機、まあ、あれは作ってるって話もあるんですけど、出てくるんですけどあれでもこう、あ、あれで採用されてたんだっけなあのー、あれ、スクラムジェットだっけ忘れちゃった。あの、最初にあのー、マーベリックが乗ってるテスト機で、あのー、マッハ10、ま、あのー、 マッハ10を目指すんですけども、あのー、その時に、えー、スクラムジェットっていうのを使うんですね。で、まあ、このスクラムジェットの話だけしても終わろうと思うんですけど、すいません、話じゃなくてね。このスクラムジェットっていうのがですね、これが SF、まあ、その飛行機 SF とか、あのー、まあ、普通のね、あの、ファンタジー系の SF の中ではですね、よく出てくるんですけど、あのー、要はあ、スクラムジェット。 ラムってついじないですか。ラムっていうのは、あの、ラム圧って言って、えー、飛んでる時に前から受けるあの圧力です。はい。これを使って、えー、飛ぶというですね、あのー、超音速で、えー、実現できるエンジンなんですね。はい。で、このスクラムジェットっていうのは昔架空のものだったんですけども、あのー、それこそスーパーブラックバード。 あのまあ、ブラックバードですね。スーパーブラックバードはバイクか。あのブラックバードですね。あ,のあれですメタルギアとかに出てくるやつ。あれで、 あの出てきたんですけど最初はエンジンぐるぐる回るエンジンねジェットエンジンでこう加速していくんですけどもじゃあなんであれジェットエンジンぐるぐる回ってるかっていうのはあのより多くの空気を取り入れて中で圧縮するために回ってるんですねある一定の速度に達するとそのラム圧が十分な圧力を持ってるのでその圧力を使って圧縮して燃焼して、えー 費用だ要はそのアフターバーナーというかですね、あの推進力を稼ぐということがで理論上できるようになります。まあ、つまりかあの、回さなくてよくなるんですね、理論,、まあ、理論上。まあ、ちょっと回ってるんだろうけど、回さなくてよくなるんですよ。あのこれ、非常にこう面白い話で、で、まあ、原理を見ると、あのまあ、入ってきた、ね、空気を、えー、減圧してって書いてあるんですよ。減圧、減圧して。あの 要はノーズ効果があって、そこから衝撃波が出るわけですね。その衝撃波そのものをあの導入して、一回絞るんですよ。そのものすごく早い霧を絞るんですね。で、そこで燃焼して出すんですけど、そこを減圧ってどこも書いてあるんですよ。これがちょっと面白くて、あの、よくね、圧縮して点火するってこう言うじゃないですか。でも、なぜそれが減圧、スクラムジェットはなぜ減圧して、 噴射してるのかっていう部分なんですけど、これね、あの、流速って面白くてですね、あの、流体って面白くてですね、流れが速くなると、ギュッてこう絞ると圧力高くなりそうな気がするじゃないですか。これ逆なんですよ。流れが速くなると、これ、圧力が下がるんですベヌル、ベルヌーイの定理だけね。で、下がるんですよ。で、その、下がった時に火つけてるらしいんですね。これどういう原理かそこまでは僕理解できなかったんだけど、あの、構造を見てね、それを見た時に、ああ、これ、ものすごくその、 不安定というかですね、あの、非常にこう環境に左右される、えー、燃焼方法だから、これ本当に SF なんだなっていうのはですね、あの、自分で感じましたけども、あの、実際は、あの、今実用段階ではないかもしれないんだけど、あの、実現してます。はい。で、なんで今ね、その、そんなね、早い、 マッハ10みたいなね、飛行機が、あの、仮想的なもので、えー、実用されていないのかっていうとですね、あの、あれって偵察機なんですよ。あの、すごく高いところをめちゃくちゃ早く飛んで偵察してくるっていう、そういう飛行機なんですね。で、今、どうやって偵察してるかっていうと、人工衛星です。はい。宇宙から見てます。はい。だからもうね、飛行機が飛ぶ時代じゃないんです。 だから、あのー、もうスーパーホー,あホーネットの時代っていうのはもうだいぶ昔1980年代だったと思うんですけども、あのー、宇宙開発がですね、えー、まだ過渡期の頃の機体なんですねだから今そのーバーベリックの機体その劇中でね仮想機体でしかもそれがねあの実用化されないで予算切るみたいなこと言われてましたけどももうずっと前に予算実は切られて いるはずですはいこれねよく知らないんだけど予測だけで話してますけどねはいえー、まあそんな感じでですねあのいろんなその sf の技術が出てきたりだとかあのまあ当然ね冒頭のあの 高高度偵察機、偵察機のマッハ10のテストなんで全部 CG でしょうけど、ああいうその SF 的なねテイストまで盛り込まれて、で、もうほんとね、40、40代の少年をね、ここまであの、大騒ぎさせて感動を与えてくれたっていうのはね、もうほんといい映画だったなって思います。はい。あの、よく言えば、Take My Breath Away ですね。Take My Breath Away ですね。あれが欲しかった。あの、Take My Breath Away ってあれですね。あの、 ーンってやつね。はい。Take my breath away ってやつね。これ、この曲すっごい好きだったから、これも流れて欲しかったなーって思うんだけど、ラブシーンでは流れてなかったな。はい。 というような感じでですね、あの、ネタバレも含めて、あの、戦闘機の話、あの、戦闘機の話とかね、科学的な話とかね、ちょっと間違ってることも多いかもしんないんですけど、あの、聞いてくれてありがとうございます。はい。あの、とにかくね、僕はもう本当に飛行機が、あの、大好きで、まあ、少年の頃ね、飛行機大好きで、 あの、いろんな戦闘系映画を見、見て、で、多くの戦闘系映画っていうのはもうその当時で終わっちゃってるんですね。で、新しくその、ここまでね、軍隊の協力を得て、あの、撮られる作品っていうのはもうだいぶ長いこと実は出てないんですよ。あの、それが今回ね、こんな対策で、えー、出てくれて、いやもう本当にね、生きててよかったなって思いますね。僕最近よく生きててよかったなって思うことが多くなって、まあ、あの、 僕、あのまあ、こう見えてね、あの結構そのあの自殺未遂を何,何度かしたことがあるようなあの若者時代を送ってるんですね、もうこの先の未来なんか見たくねえみたいな感じでね、それをね、まあ、今の年になってね、もう本当よくこう生きててよかったなって思いますね、うん、本当に思う、うん、あの時ちゃんとあのもうふらふらしながらも朝目覚めてよかったなとかね、<laughs> もうガンダムの続編見ても思うし、エヴァンゲリオン見ても思うしね、もう、あの、次はちょっとククルスドアも見ようと思うんですけども、あの、いろいろね、世の中、あの、厳しいこともあるしね、僕の仕事もうまくいかなかったりとかね、思うような結果出なかったりとかね、あの、いろんなことあるんですけど、CPI 下がったとかね、いろいろあるんですけど、まあ、あの、頑張っていこうかなって、この、 エモーションというかね、あの、僕みたいな発信者は自分自身が感情的にならないとダメなんですよ。あの、バイクの紹介にしても、物を売るにしても、こうやって雑談するにしてもそうなんですけど、感情の起伏がないとダメなんですね。もう、それがどんなにこう、間違っているものであったとしても、 それは間違っているか正しいかって、あとなんないか分かんないか、なんないんだけど、あのとにかく、その、向ける感情っていうのが、まず根本的に燃えてないと、あの画面を通じると、それ、10分の1ぐらいになっちゃうから、皆さんに伝わっていかないんですよ。伝わって、感動僕が感情を持ってないと、皆さんを感動させられない。で、これは、あの、僕みたいなね、あの、配信者、特にそうだし、もっとね、数字持ってる人がみんなそうだと思うんだけど、年取れば取るほどね、その感情みたいなのがね、こうなかなかこう、 盛り上がってきてきくれないあとはそのクリエーションやってると無理やりにでもそのそこに火をつけていかないとやっぱりどん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 動きが止まってっちゃうんですよで最近はもうほんとそれが悩みでもうあの感情が死んでると思,思ってしまうぐらいもう何に対しても浮沈みがこうなかったのねあの それは程度があるよ。あの、別にね、そんな、うつで超低空飛行っていうわけじゃないんだけど、その、若い頃のようなね、あの、うわーみたいなのが、やっぱ、年取れば取るほどね、どん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 なくなっていくんですよ。それ寂しいの。僕は感動するために生きるっていうふうに、あの、若かれし頃に決めたから、あの、その感動することっていうのがね、少なくなってしまうっていうのは、自分にとってものすごく辛いことなんですね。で、これがね、あの、やっぱね、 どうやったら感動できるのかっていうのはずっと悩みだし今も悩んでるしこれからも悩み続けると思うんだけどその中で僕が気づいたのは本能を刺激すること本能ってわかりますあのまあ食うこと寝ることあとまあなんだっけあと性欲とかね、まあ、それも本能の一つなんだけどそうじゃなくて本能っていうのは男子と女子で違うんですよ ね、お女の人の本能、よく分かんないんだけどあの、母性本能とかいろいろあるでしょ。男子の本能って、もっとバカっぽくって、うわ、やった、生きてた、みたいな感情、これ非常に危険なんですよ。危ないことしたがるから。とか、腹減った、飯食うっていうのもそうだけど、食う、飯を捕まえて食べるとかね。あのそういうところに、本能があるんですよ。男は本当バカだから。 何か狩猟本能を刺激するとかね、生存本能を刺激するとかね、そういうものを刺激しないとね、こう感情っていうのがどん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 慣れてしまって、こう感情的になれなくなっちゃうんですよ。これ、年取れば取るほど。それはね、おそらくは、あの全体の生存にはいいのかもしれない。 ね、あの感情的になって飛び出すってことはないし、老練な人間を若者を抑えなきゃいけないっていう構造があるから、その生き物としてはいいのかもしれないんだけど、なってる方にしちゃたまったもんじゃなくて、嫌なんですよ、僕ね、それそ急速にそうなっていく自分がね、40代とかそういうのはすごくあるんですけど、それがね、今回その、トップガンの続編を見て、あの本当は、若い頃のその自分の,そのときめきをね、全部思い出させてくれましたね。 だから今日は僕元気なんですよ、すごく。うん、だからこの、こういうのを、がね、あのー、続くように、こう、やっぱいろんな作品見ていかなきゃいけないし、出会って、 い,たいと思うしあのマトリックスもそうだし、スター・ウォーズもそうだしあの、ロード・オブ・ザ・リングシリーズもあのそうだし、あのー、僕にとってはね、やっぱ若い頃にこう感動したもの、ガンダムもそう、ジョジョもそうだし、だからそういったものが未だに好きっていう,いう人たち、僕以外の皆さんもそうだと思うんだけど、だ男子の皆さんがね、今も男子、僕の年上の男子のいるかもしれない。そそうううういい人たちがやっぱりそういう あの、昔の作品、アニメでも何でもゲームでもいいんだけど、そういうのが好きで未だにこう見ちゃう、追っかけちゃうっていうのは、やっぱりね、自分の中のその感情の炎っていうのをですね、感動っていうのを、やっぱりこう本能を刺激して、有料化して元気でいたいからなんじゃないのかなっていうのをね、やっぱすごくね、あの、今日感じました。はい。えー、僕と同じような気持ちでですね、えー、トップガン見て感動してくれたっていう人がいたらですね、話し合いますね。 はい。えー、というわけで、えー、今日はね、あの、やっぱバイクが出てきた映画だからバイク映画じゃないんですけども、あの映画の話をしてもいいかなと思ってですね。 えー、ネタバレ、えー、承知でこういう話をさせていただきました。はい。えー、まあ、あの、あんまり僕がここまで大喜びできる映画ってね、そんなにはないんですけど、あのー、またね、えー、こういう機会があればね、こういう話ができたなというふうに思っています。はい。えー、長くなりましたけども、最後まで見てくれてどうもありがとうございます。はい。えー、僕はですね、明日から、まあ今日から、 まあ明日も、明日まで待とうかな。明日からなんですけども、えー、トップガングッズを買い集めると思います。はい。はい。まあ僕がね、そういうの好きなのは、まあ MA1 とかワッペン作ったりとかね、そういうの出したりとか、あのね、あのミリタリーのね、フライトジャケットのコレクションしてたりとかするから、もう皆さんも,もう本当にね、よくご存知だと思うんですけども。また火ついちゃったね。どうしようかな、もう。 僕ね、あの、パイロットヘルメットでバイクに乗るのが夢なんですよ。もう、あのさ、マーベリックって書いてなくてもいいから、あれと、本当にあれと同じヘルメットをどっか出してくんないかなね。ウィンズさんとか出してくんないかなミリタリー系のパターンやるじゃないですか。ね。本当ね、あの、いや、トップガンでは、ね、あの、トム・クルーズは被ってないよ。 でもね、あのー、スプリガンの見ない優雅で VMAX に乗るときにパイロットヘルメット被ってるのね、あれでいいなと思った人間です。はい。また違う作品出てきちゃいましたけども。まあいいや、スプリガンの話はまあ全然違うからまた今度やる。はい。えー、というわけで、あのー、長い話、ご、あのー、お付き合いいただいてありがとうございました。お酒は飲んでないです。はい。今日は飲まない日でございます。はい。えー、ご視聴ありがとうございました。失礼します。